コーバスレーサー540寄付2012コーバスレーサー540コーバスレーサー540はハンガリーのコルバスハンガリーによって生産された短座型低翼極型飛行用の航空機であるコーバスレーサーの設計は2007年にコルバスハンガリーがレッドブルと契約して特にエアレース用に設計されたピーター・ベゼネー用の 新しい飛行機を開発する際に開始された。アンドラス・ボラシュズクとハンガリー航空大学によって設計された。ベゼネーは、既存のエンジンの出力を向上させることが限られた、成功を収めた後、機体に集中して、効力を低減し、空力効率を改善することに決めた。開発エンジニアリングの時間は2年間で1万5000時間を超えた。 その結果、重いエンジンによって潜在的に妨げられていたが、非常にいい、コントロールしやすい飛行機だった。ホーバスレーサー540は2009年4月のドイツのエアロフリードリックスホフェンショーで初めて登場した。カナダのオンタリオ州ウィンザーにあるレッドブルエアーレースで2010年2月に初飛行テストを行い、2010年6月にレースデビューを果たした。 ベゼネーは、コーバスレーサー540を使用し、ウィンザーで10位、ニューヨークで8位、ロージッツで9位となった。残念なことに、2010年レースシリーズの第7回と第8回レースはキャンセルされ、その後シリーズが中断されたためデザインのさらなる開発の動機づけが減った。出展、コルバスエアクラフトウェブサイト所現性能。ありがとうございます。